まずはワインディングで R34GTR のポテンシャルをチェック。頭の入りはね、1300キロぐらいの車の入りかな。ものすごいいい感じでね。何がいいって言ってももう伝わりにくいと思うんだけど、すげえいいなっていうのが安心感だよね。このステアリングを通して伝わってくるのが、速いくせに怖さがないっていうのかな。これだけ速い車だと割とこうシビアなステアリングワークなんか要求されるんだけど、そういう怖さはねないんだよ。安定してて、だから今までその32や33でこれが GTR だと思ってたら大間違いになってきちゃうよ。この車に乗るとすごく限界が高いから、滑らせるっていうことに対してはものすごい難しい領域だと思う。その難しいことをやってくれちゃうのがドリドリってことで、ドリフトチェック。ああ、路面が一定だといいね。姿勢作りは割としやすいですよ。で、ドリフトに持ち込んでからのこういうこの辺はね、FR とそんなに変わんない。 FR よりも脱出速度がただちょっと速いからその辺かな。だけど限界が高いから怖い。グリップで速く走るっていうのは誰でもできるんだけど、これをドリフトに持ち込むっていうのはかなり難しいというよりも危険な領域に足を踏み入れてるかな。レーシングカーの進入速度に近いね、これは。